非力で遅いという印象しかない国鉄時代の機動車。場面によっては意外な強さを見せてくれました。瀬野八関連の動画で登場した、151系、153系電車。当時の国鉄の、高性能列車の代表格とも言えるこれらの電車が、瀬野八超えに補機の手助けを要した、というのは意外な印象を与えます。同じ区間を、電化前から複数の機動車特急、機動車急行がすでに走っており、これらに補機がついたことはありません。走行に有効な出力が、電車の半分もないこれらの機動車、なぜ峠を平気で越えたのでしょうか。そこには、ディーゼルエンジンの弱点を補うための、必須の仕掛けとも言える、変速機の活躍があったのです。蒸気エンジンや二軸式ガスタービンでは、エネルギー生産と動力変換が別々の装置で行われます。そのため、エネルギー生産装置は動力変換装置の状態に関係なく、一定のエネルギーを連続的に動力変換装置に供給できます。しかし、ディーゼルエンジンは、燃料の爆発燃焼と、そのエネルギーの動力変換が、同じシリンダ内で行われるため、エネルギー生産と動力変換が交互に、間欠的に行われることとなります。これは、低速でも回転力はそのまま、結局回転数が低いと出力は低くなります。そのため、エネルギー生産量は爆発の回数により決まり、回転力はその爆発の強さで決まり、回転数には関係なく、一定となります。車両が低速走行しているときに、高い出力を発生させるには、車両の速度に関係なく、エンジンを高速で回してやらなければなりません。その役目を変速機が担っているのです。主なものは歯車を切り替えたり油圧を使う方式ですが、発電して電動機で走る電気式も、変速機の一つと言えます。当時の機動車は、一つの液体変速機がこの役を担っていました。BMH17 と組んで使用された液体変速機は、三段六要素と呼ばれる、複数の出力タービンと案内翼を持つものでした。エンジンによって駆動されるタービンポンプ、それが送る油を受けて回転力に変える出力タービン、タービンに当たって反対方向に向かう油を、再び反転させる固定案内翼で成り立っています。出力タービンは3段、固定案内翼は2段あり、次々に油の運動エネルギーを吸収して回転力を強めます。こうして、高いトルク増幅作用と効率を達成しているのです。一方、この変速機は、低速でのトルクが高い反面、速度が上がると急速にトルクが落ちます。そのため、早い段階で直結運転となり、そこからはディーゼルエンジン自体のトルク特性のままで加速、出だしが良いのにすぐ息切れしてしまうという、当時の機動車特有の加速感をもたらしていました。地方線で最も使用頻度の多い、40キロから70キロといった速度では、エンジンの能力を活かすことができないのです。しかし、低速でのトルク増大効果は大きく、4倍以上に達し、ゆっくりなら 25% でも 33% でも自力で超えてしまうのです。連続勾配では排気管加熱などの制約から、4ノッチ運転となるものの、25% なら40キロ、33% でも20キロほどで登り切るのです。さすがに20キロを切ると、トルコンの温度上昇で油の劣化が早くなるため、連続運転はできませんでしたが、意外なほどの急勾配を超えることができたのです。板谷峠では、秋田電化後も急行オーガが機動車で残りました。グリーン車以外比例棒という編成にもかかわらず、1エンジン車を複数組み込んでいました。これが勾配線向けの編成か?と疑いたくなるような編成で、板谷峠を越えていたのは有名です。降りて走った方が速いのではと思えるような速度でけなげに勾配に挑む姿、当時はほとんどの人が振り向くことはありませんでしたが、今このようなものが残っていたら、さぞかし多くのファンが集まることでしょう。国鉄時代の早い時期から、この機動車の加速特性を改善しようとする試みはありました。キハ60で試みられた、流体継ぎ手を介した多段変速機。それが実用化できずに次に試みられたのが、キハ91や181の、1段3要素コンバータによる、
80キロを超える変速運転でした。一方、BMH17 と組んだ3段6要素方式の変速機には、別の意味でありがたい特性があったのです。低速では入力側の負荷も大きく、エンジンが好き勝手に高回転できないのです。当時、非力なエンジンでできるだけ出力を稼ぐため、現在の気動車では行われない、定格を超える回転数で回していたのです。BMH17 の場合、定格1500回転のところ、常用最大として1800回転まで許容していたのです。これは180馬力のエンジンを210馬力以上で使うこととなり、連続使用するとオーバーヒートしてしまいます。ところが、この変速機のおかげで、エンジンは好き勝手に回ることができず、変速運転の間、定格を超えることがないのです。これが、後のキハ91や181の変速機と大きく異なる点で、BMH17 搭載車両の安定走行に貢献した、一つの要因でもあったのです。このようにして、安定した性能を維持した当時のエンジンと液体変速機、その後の試みの多くが失敗したこともあり、性能面で多くの課題を抱えながら、国鉄の経営的組織的破綻も手伝って、思い切った置き換えは進まず、長期にわたって使用されたのです。